皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。嵐の二宮和成、40、が2日、都内で行われた TBS 日曜劇場ブラックペアンシーズン2、7日スタート、日曜後9、0の初回試写会で舞台挨拶に出席した。この日、同作で13年ぶりに日本のドラマへ出演する韓国の人気女優チェジュー、49、 がサプライズでステージに登場すると、可愛いとい率直な印象を語った。写真、豪華キャスト集結、舞台挨拶にサプライズ登場した左から、キム・ムジュン、内野西洋、竹内涼真、二宮和也、チェジュー、青井若菜、小泉幸太郎。チェジューは2017年3月に東京・銀座で行われたロッテ免税店銀座のオープン記者会見に出席。 今回、8年ぶりの日本の会見出席となった。13年ぶりとなる日本よりドラマに、本当に光栄ですと笑顔。チェジューの印象を聞かれた二宮は、照れながら、単純に、可愛いなって、と本音をとろ。可愛いんですよ。韓国語の耳障りもそうですが、ニューアナオフの時と、演技の時の芯のある時を身近で感じられて、 本当に恵まれた現場にいるんだなと感じましたと充実感をにじませた同作は2018年4月期に二宮主演で放送された日曜劇場「ブラックペアン」の続編「シーズン1」から6年後の世界を描く二宮はシーズン1で演じた天才的な技術を持つ外科医都会生四郎ではなく人も金をももてあそぶ悪魔な世界的天才外科医天城幸彦を演じる 今回、出演が決まったチェジュウは、名作「冬のソナタ」でアジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こし、現在に至る軽カルチャーブームの立役者の一人。日本のドラマは「冬の桜」への友情出演以来で13年ぶりとなる。チェジュウが演じるのは、韓国の医師であり、病院の経営者かつ飲食店の経営者で、 海外にも店を出すほどの手腕の持ち主であるパク・ソヒョン。医師としてこれまで貧しい人を救うために医療ボランティアも積極的に行っていた。そんな中、息子のミンジェ、キム・ムジュン、に無理やり連れられアマギに会うべく、オーストラリア・ゴールドコーストを訪れていた。アマギを探していた理由とは、というストーリーだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。